実況パワフルプロ野球。はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。第2期栄冠9パート44やっていきたいと思います。本当お久しぶりです。時間がかなり空いてしまったような気がするんですが、やっと再開できます。待ち望んでいた方本当すいません。時間が取れなかったというはそれまでなんですが、まあね、これからなんとか頑張っていきたいと思います。でね、まあ一応一つ大事なお知らせで、楽しみにしてくださってる方はちょっと悲しいお知らせなんですけども、今回のこの2014パワプロ2014の栄冠9は、ドラフトまでやっていきたいかなと思ってます。それで一旦終了ということで、2016年のおそらく栄冠9出るとは思うんですけど、2016年の栄冠9でまた再開するという形にさせていただきたいかなと思っております。まあ理由としては2つあって、1つは栄冠9だけでのペナントレース、栄冠9で作った選手だけでのペナントレースを、やりたいっていう、まあやってくれっていうコメントもたくさんいただいてますし、自分がやりたいなっていうことも一つあって、その結果、まあ時間的に2016年が4月の19日だったかなに発売するということを考えて、まあそろそろかなというところで、一旦打ち切りっていうわけじゃないんですけども終了。まあそうですね、2014年の栄冠9はまあ数多くパート数100個以上上げてきたと思うんですけども、一旦ここで終了という形で、もう一つは投手を育てるという上で、栄冠9には若干投手を育てる方に向いてないのかなというのと、まあ自分がやっててあんまり楽しくない投手だけを育てようとする栄冠9が、やっぱり打って打ちまくるのが栄冠9の楽しさかなと改めて感じたので、うん、ということで、その2点でまあドラフトまでということにさせていただきたいと思います。なのでね、1年生はまあ区別ということで名前は変えておりません。こっちの方が見やすいかなと思って、まあ、最後までやった方がいいのかなとも考えたんですけども、まあ見やすさですし、まあ出れないのに名前を付けてあげるのもちょっとかわいそうだなということで、うん、10月何日27日なのドラフトまで進めていけたらなと思っております。パート数的にはあと5つか6つぐらいできるんじゃないかなと思ってるので、そんなないかな、でもまあ試合が勝ち進めばありえると思うので、うん、まあ春の大会の中途半端な時期にはなってしまうんですが、まあそこはご了承をという形で、まあ自分個人的にはやってツイッターかなんかにここまで行ったよっていうのをやってもいいんですが、まあ僕してもねあんまり時間がないので何とも言えませんが、うん、そんな形でやっていきたいと思います。ということでね、久しぶりの栄冠9、僕も久しぶりですがやっていきましょう。何日ぶり ?2 ヶ月ぐらいやってなかったんじゃない？そう、もっとやってなかったかな。まあいいや。今江、塚本、菊池。塚本くんは名前を書いてない方でね。まあ、今江ちゃんかな。3年生に期待しましょう。ロッテ世代ですね。ヘッドスライディング、お祭り男っていうイメージがあるよね。まあ、今井ちゃん、今は楽天なんですけどね。あんまりこう、大きい活躍をしてるようなイメージはないので、頑張っていただきたいかなってところはあるんですけど。楽天自体は、ね、今3月の28日なんですけど、結構楽天自体は調子がいいのかなっていう、うん、僕はそう思って見てますね、今。すごいね、うん。いやこのままね、言ってくれればいいですけど、松井裕樹君は、ね、去年と同様、それなりに、まあ、西武のところでは出せてもらってませんが、同点のところをしっかり同点でつなぐような形を持って、試合を作ってるのでね、いやー、もう相変わらず、しっかり、仕事できてる、まあ、そのままの調子の良さを、継続できてるんだなというのを思うと、まあ、見てるこっちも応援したくなりますよね。昨日は筒香選手が第1号。山田選手もなんやかんや開幕戦は打てないと言いながら、まあ、3戦終わってみれば打率は3割6分。やっぱりね、オープン戦がどんだけ悪いと言われようとも、ああいうバッター本番で強いんだなっていう。畠山選手とかも。ね、なんやかんや3割超えてましたし、川端選手も3割超えてましたし。まあちょっとね、ピッチャー陣が我慢できなくてヤクルトは3連敗という形になりましたが、いやこれから上がってくるんじゃないかなっていうのが僕の勝手な印象ですね。逆に巨人は
なんか不気味ですよね。やっぱりこう公式戦に強いんだなっていうのが、不気味。今年は優勝ないかなって僕は踏んでるんですけど、もしかしたらもしかするかもしれないよね、あの怖さ。いや、ないと信じてるんですけどね。今回あったらちょっとセリーグ弱すぎだろうってなりますよね。もうそろそろ巨人の一強時代は終わらしたいかなと。まあ、ヤクルトがなんとか1年は我慢しましたけども、あれヤクルトいなかったら確実に巨人持っていってたからね。いや、なかなか辛い。まあ、頑張ってもらいましょう。請求。請求でいいかな。C ぐらいまでしてもらいたい。結構枠井選手はいいピッチャーになったよね。彼がプロ入りしてくれるとありがたいですね。これで。愛犬もね、それなりにいいピッチャーになりそうですが、使う場面はないでしょう、あんまりね。田村ちゃん。お、ミート C になったね。どうしよう。肩も C にしましょうか。相沢ちゃん。補給 E になった。D になったね。じゃあミート。パワー上げとくか。まあ、彼はもう使うとこがないのでお任せで。総力。お、総力 B までしましょうか。ここまで来たらね。ミート。そうだね。じゃあパワーも D にしましょう。新井ちゃん。あれじゃこうパワーで。守備力。そうだね。D になったか。じゃあ肩も D にしましょうか。ミート。そうだね。守備 F っていうのはどうなのかなって感じがあるので、守備力上げましょうか。お、真中ちゃん、ミート A になったね。彼はプロ行ってくれるでしょう、おそらくね。まあ、多分 A 館内の僕の、あの攻撃陣の中にはさすがに霞むかもしれませんが、いいバッターになりそうですね。どうしようかな。パワーも B にしましょうか。パワーで補給。じゃあ守備力、いいやったらいいかな。ちょっと総力 F っていうのは悲しいね。よし、じゃあこんな感じで、よし。前から5月、今日3月28日なんですけど、今日がね、2015年のプロスピが出たのを、ものすごく記憶に、出たのはちゃう日かもしれませんが、僕が受け取りに行ったのはこの日だって、まあ、今日から、実況を取り始めた。1年前の今日、僕実況を取り始めたので、で、まあ、出したのは4月の2日だったんですけど、だからまあ、始めたのは4月2日だったんですけど、実況を取り始めたのはね、今日からだったので、なんかすごく印象深い日ですね、3月28日。まあ、まだ僕が学生時代、まあ学生時代って言ってもあと3日後には社会人だったんですけど、まあかなり印象深い日ですね、3月28日。まあ誰にも言わず、黙々と、それもその時は HD の画質じゃなくてね、あの USB、何やったかな、200とかなんかよくわかんない。まあ画質がクソ悪い。やつでやってて、まああの時でもよう皆さん見てくれる方は見てくださってたなと。久しぶりにあの昔の動画を見てみるとね、自分何言ってんだろうなと思う。気持ち悪いもんね、聞いてて。まあ、僕今でも気持ち悪いんですけど、自分の声が。なんかいいよって言ってくれる方もいらっしゃるんですけど、まあ気持ち悪い。わからん、わけわからん席が出ましたが、逆境つけましょうか。け。いや、素晴らしい。逆境丸でキャッチャー持ってたらかっこいいよね。ここずつ言うときに女房役がヒットを打つ。いいね。勇まになるよね。早くこの喘息はね、治っていったら。でも今回はね、早めに治ってくれそうです。いつもならね、もう止まらないからね、咳が。本当に。あの、一日中咳込んでるみたいな状況が続くんですけど、今回はあんまり咳込まない。早めに治ってくれるような喘息だと思います。この定期的に来るね、この喘息やめていただきたいんですけどね。なんとかならないのかな。まあ、水蒸気を吸えばとかいろいろあるんでしょうけど、それ行くのめんどくさいからね。めんどくさいとか言ったら失礼なんでしょうけど、なかなかこう時間も取れないし、実況も取らないかんし、金はかかるしね。まあ金はいいんですけど、別に、まあ、時間と、ね、変な病気もらえそうでしょう。病院とか行ったらね、皆さん病気、風邪でね、来てる人がたくさんいらっしゃるので、まあ、別に風邪の人がどうのこうのじゃなくて、まあ、空気が悪いからね、せっかく喘息をね、止めに
病院に行ったらまた風邪で咳込むとかいう状況になるから本当で意味がないからね。お、中田ちゃん短期じゃなくなった。中田ちゃんっぽくなくなった。中田ちゃん本当シーズン始まる前はものすごく打ってたのに、シーズン始まった瞬間に打たなくなっちゃったね。彼はあれなのか逆、あのヘイグとか山田くんとは逆で本番になると弱い。案外こうメンタル的に弱いところがあるのかなそれともどうなんだろう。今年はすごい成績残すんじゃないかなって期待してるんですけどね。でも中田ちゃんどっちかといえば前半打って後半あんまり打たないっていうイメージがあるので、前半のうちに打っといた方がいいんじゃないかな。怪我もしそうですしね、まあ、あんだけ体ごつかったらね、内角も攻められますしね。うん、まあ、当てられるっていうのは使命でしょうからね、まあ、そこを回避するっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど、うーん、頑張ってほしいな中田ちゃん。中田ちゃんなんて言ったら殺されますけどねどうしようかな。うん、4番で、よし、6月、あっという間に6月だね。でまあパート5つぐらいが無難なのかなっていった感じかな。いやでも本当思い出の深いこの3月28日ですね。本当1年前からやってて、1年経ってもこうやってやってるってことを考えると、いやなんかちょっと嬉しいな、喜びを感じますね。まあ0人から始まって今2000人近くね、チャンネル登録も言っていただき、まあだいたい視聴回数も150万近く、来ましたから、まああの時から考えるとありえないよね。本当にやっててよかったなっていうのが一つ、確実に言えることでしょうね。ってことでどうしようかな。まあ彼は変化球ピッチャーになってもらいましょう。お、 D になったね。どうしようかな、球速上げようか。まあ登板することあんまりないんでしょうけど、うん、彼はもうシュートを磨いてもらいましょう。肩、お、肩も C になった。早いね。どうしよう、まあ、守備力もいいぐらいにしとこうか。まあキャッチャーいらないとはいえ守備力あった方がいいよね。うん、お、パワー、パワー D ぐらいまで持っていこうか。お、 C になったね。じゃあ守備力ももうちょっと上げましょうか。走力もうちょっとだね。パワーいいよ。うん、パワーで肩もうちょっと。守備力、うん、パワー、うん、うん、パワー、走力 OK。 よし、僕ね今実況するときヘッドホンマイク使ってるんですよ。でこのヘッドホンがね、もうぐいぐい食い込んでくるんだよね。これ一日中してるとね、あの耳なくなったんちゃうかなって思うぐらいね。お、やばい、青海でグラビアアイドルと結婚した。本当にあの実写、あの黒子のバスケの方でも実写って違うんだ、あの原作の方でもグラビアアイドル好きだからね、あの青海で夢が叶ったんだね。いや僕は夢を叶えさせてあげたって言った方がいいのかな。まあそんなことはどうでもいいんですけど、そのヘッドホンマイクね、まあこう実況者さんあるあるだと思うんですけど、ものすごく耳が痛くなるんだよね。耳というかあの頭もう締め付けられるんだよね。この鼻声なんとかならないかな。ものすごく聞き取りにくいと思うんですけど、申し訳ないです、元から聞き取りにくい声してるのにね、ほんと申し訳ないんですが、なん花粉症ではないんですけど風邪でもないような気もしますし、でもね昨日絶対、一昨日かな、一昨日の夜ねめっちゃ暑かったんですよ。あの世間一般的な日寒かったんです。僕一人だけめちゃくちゃ暑くてね、なんかしんどくないんだけど体がだるかって、めっちゃ暑かって、一日だけ39度ぐらいあったんじゃないかなっていうぐらい。まあもちろん朝起きたらなんともなかったんですけど、その時あるんだなと思って、一人だけその一日の夜だけただただ寝苦しかった。あの真夏の夜、僕家にねクーラーが自分の部屋ないので、そんな感じ、まあ寝苦しかったね。いやー、まあ夏を来てくれるのは本当に嬉しくないんですけど、実況者っていうか実況してる時に夏を迎えるのが一番辛いんですけど、汗だくなりながらやらなあかんからね。いやそろそろクーラーつけたいなーなんて思ってるんですけどね、そのためちょっとお金貯めようかなみたいなね。まあ10万ぐらいあればなんとかつけれるんじゃないかななんて思ってるんですけど、いるね、これ機械もぶっ壊れそうだし、今もう Wii U からプレステ3から何 DS からね、あのまあ機器パソコンも2台置いてますし、この辺もう電気機器の
熱気だけで部屋熱くなるんちゃうかなっていうぐらいになっちゃってるので、うん、まあちょっとそろそろクーラー検討しないといけないのかなと。前のね、引っ越しする前の部屋はクーラー置けなかったんだよね。あの外がもう廊下で、廊下というかまあそうだね、廊下だったので、廊下ってあれだよ、なんて言えばいいんだろうなんて言うんだよ、ベラン、あのエレベーターとかあるところ、うん、ところだったので、もうどうしようもできなかったんだけど、まあ今回からね、横がベランダになったので置けないことないんだよね。だからもちろん合宿しよう。まあやっとね、やっとというかこう置ける環境になったで、7階なんでね、前3階に住んでたんですけど、まだ風通しいのかなっていう期待感を込めながら今年の夏を迎えようかなと。でも今年の冬が長かったよね、本当に。急に寒くなってずっと寒いよね。もう3月28日なのに寒いからね。で多分春が短いんだろうね。またもうすぐ暑くなりそうだよね。ゴールデンウィークぐらいにはまあ暑とか言ってそうな気がしてすごく嫌なんですけど、まあでもどうなんだろうね。今は早く暑くなってくれないかな、暖かくなってくれないかなって思いますが、どうせなったらなったら暑いの嫌だ、寒かった方が良かったなって思うんでしょうけど、まあまあやっぱり暑いより寒いより暑いのが動きやすいのかな。終戦校小倉義塾高校前評判は D、 まあなんとかなるでしょう。1回戦はなんとかなってくれることを期待しながら頑張っていきましょう。内観16分、ちょうどいいぐらい。今日はあのオーダー決めて終わりましょうか。まあ、ほぼほぼ変わらないかなとは思うんですけどね。よし、2-1で、オーダー決めて今回は終わりましょうか。7月、まあこうやって栄冠内久しぶりにやってもまだ試合してないからね、なんとも言えませんが楽しいね。うん、よし、あとは球速を、もうあと球速だけを上げていきましょう。うん、球速で、この辺はいいとして、守備力お、いいになったね。さあ田村君、もうここまで来たらミートを上げた方がいいかな。弾道かな、弾道上げよう。パワー、うん、パワー、うん、守備力、お、走力 B になったね。どうしようかな、走力でいっか。荻野ちゃんといえば総力だからね。荻野ちゃんらしい成績能力になってるんじゃないかな。今はスタメン出れてないですがね、出したら絶対盗塁を間違いないぐらいの足の速さを持ってるんでね。まあ怪我が難点ですけどね、まあ、あんだけ怪我してなかったら絶対盗塁を2回ぐらい取ってるんじゃないかなと思うんですけど、まあこればっかりはね、足の速さっていうか、あんだけこうスピードスターだと確かに怪我してしまうのはまあ分からんこともないのかなと思ってしまったりしますが、もうちょっとね、なんとかならなかったのかなっていうのは個人的にはありますが、まあしょうがない、こればっかりはね。うん、まあ怪我との戦いが一つね、あれだからね、うん、プロ野球選手の一つの課題だからね。まあ今後何かしら上がってくれることを期待しながら待っておきましょう。ってことでオーダー決めましょうか。起用設定オーダーね、変更する、どうしようかな。真中ちゃんを何番に置くかだよね。やっぱり彼を1番に置く方が面白いのかな。能力的には3番でもいいのかなっていった感じはありますが、まあ、キャッチャーは田村君かな。やたらとあれだね、ピッチャーがいっぱいいますが、まあ、バッターはもう育てる必要性もないのかなと思うので、まあかわいそうだけどね、まあしょうがない。今井ちゃんも出さないとね。でも新井ちゃんも悪くない成績なんだよね。いまいち育たなかったね、あんまり。どちらともサードしか守れないっていうのはかわいそうだけど、どっちがいいんだろう。でもやっぱり実績のある今井ちゃんを出した方がいいのかな。まあ調子云々で変えましょうか。まあ2番は荻野ちゃんで、まあ間違いないでしょう。菊池がファーストっていうのはものすごく嫌なんですけど、丸ショート田中ちゃんしかいないんだね。まあ悪い成績、まあ、結構打率良かったっけ。そうでもなかったっけ。あ、そうでもないね。どうしよっかな。
堂林、角中ちゃん出る機会なかったんだね。多分堂林ちゃんが打ってたんだろうね、おそらく。やっぱり丸が3番かな。4番今江ちゃんに置いてたような記憶がある。田村ちゃんもうちょっと上かな。こんな感じ、こんな感じかな。なんかやっぱり打撃に触れてない分微妙だね。夏の大会なのに打線が全然っていった感じ、まあ、試合に勝ててないっていうのも一番大きいんですが、やっぱり楽しくないね、栄冠内打たないとねっていうのを改めて感じた。この第2期栄冠って綺麗にまとまってる、何の面白さもないチームになっちゃったね。まあいいでしょ、うん、涌井ちゃんが頑張ってくれると思います。ということで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。次回はね、この夏の県大会第1回戦、小倉義塾前評判 D と戦っていきたいと思います。まあこのままため取りしていきたいかなと思っているので、少し鼻声と咳込みかもしれませんが、そこだけはご了承いただけるとありがたいと思います。本当ね、申し訳ないなとは思うんですけど、もうちょっとしたらおそらく治ってくれると思うので、まあそろそろ暖かくもなってきますし、喉にもダメージが少なくなってくるんじゃないかなと思います。ということでね、ご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、宗介でした。さよなら。